これは本の中で見た小川糸さんの昨日のパスタっていうエッセイの中に出てきたパスタなんですけど、ショートパスタで里芋とベーコンと舞茸で作る和風だしと、ショートパスタにオリーブオイルしっかりかけて食べるっていうやつなんですけど、すごい美味しい予感です。味見したんですが、いただきます。すごい寒いのでかぼちゃのスープがあってよかったなと思いました。あとは長野パープルと洋梨と太郎屋さんのカンパーニュですね。あとはチーズ一かけとおチェリーさんのバターとカフェオレです。いただきます。初めて京都でポップアップストアをさせていただきました。リカの話なんですけれども、こちら祇園市場にあるの駅からすぐそばにあるキャマチ通りにある小さなギャラリーでさせていただいたんですけども、本当に皆さんたくさん来ていただいてありがとうございました。季節もね最高で、また京都いつか伺いたいです。楽しかったな。またすぐに訪れたいです。その際は皆さんよろしくお願いします。今日は打って変わって和食です。ちょっとなんか胃が、ちょっと疲れてたのでご飯にしようかなと思いました。玄米ご飯と、新米じゃないんですけれども、ちょっとまだ残ってたのでマイナスシーズンのものが、玄米ご飯と味噌汁は、大根おろししたんですけど、その時の葉、大根の葉、葉などを炒めたものを入れたりしております。あと鮭と納豆です。私の大好きな組み合わせです。焼き鮭とこのおろしと大根、玄米っていう最高のに大好きな組み合わせですって何回か言いましたかね、前のブログでも。はい、いただきます。今日の朝食は亀十のどら焼きでございます。亀十の前を通りかかったので、もうこれはと思って1個だけ買いました。そして蒸してみました。すごいね、ホットケーキみたいにふわふわにて美味しそう。いただきます。これは、スペインのアルビードという熟道、
太郎さんの、クリーム使用感と練り切りをいただこうと思います。いや、クリーム使用感大好きなので楽しみ。いただきます。なんか今年はいろいろタイツを履いてみたい気分になったので、いろいろ買ってみました。ランジェリーショップで買いました。ちょっとこういうネイビーサイズ、サイズとかサイズベージュか、これもこれもね、あとうん、かわいい。今日はスープは昨日のとキャベツとベーコンのスープにちょっと落とし卵をしてみました。で、この牡蠣ね、すごい美味しい西条牡蠣やつ、すっごい美味しいんですけど、と、クリームチーズが挟まってるパンと、もう一個はシナモンがたっぷりのパンで、シナモンの方だけリベイクしました。あとはアッサムティーです。いただきます。秋ですね。このまあまあすごい画像綺麗まあまあかわいい。まーちゃん、おはよう。はい、この昨日のパスタをが結構リゾットっぽいなと思ったので、ちょっと朝にもいただくことにしました。で、そして今日はパルミジャーノレジャーノを削ってみました。なんかあったか、ちょっと肌寒くなってきたので嬉しいですね。いただきます。これはヨーグルトです。ギリシャヨーグルトと黒いちじく、ラストかな、今年ラストかなっていう感じです。あとは洋梨を、ちょっと結構さっぱり系の洋梨だったので一緒に食べようと思います。オリーブオイルかけてます。で、パンとバターとペコリーノチーズをちょっと一かけ。あとはコーヒーと、カフェオレタイムを朝設ける時間がなかったので同時に朝食と一緒にいただこうと思います。いただきます。マリちゃんだ。かわいい。
うん。